ホッシーライフチャンネル。こんにちは、どうもホッシーです。さてここですね、緊急事態宣言がまた1ヶ月間伸びてしまったっていうちょっとね、まあ残念な状態になってしまいましたね。まあいつフットボールができるのかっていうのもまたそれもね、今後なんか考えていかなきゃいけないかなと思うんですよ。実際でもアメフトやるとしたらこの準備期間ってどれぐらい必要なのかなっていうのが正直ありますよね。例えば今1ヶ月延長してしまったならば6月6日だとして、ちょっと聞いた話だとなんかそれが緊急事態宣言が終わってから2週間は課外活動禁止っていうふうに聞いたんですよ。ということは練習開始が今現在の最短で6月20日っていう状況になってきてますね。6月20日以降だったら練習ができるという状態らしいんですよ。それ考えるとじゃあ8月末に試合が始まります。そしたらまあ8月試合練習できます。7月ができる前、まあ約2ヶ月間の準備期間、ここが結構ねもうボーダーになってきてるかなと思いますね。アメフトやるには絶対に準備期間1ヶ月じゃ厳しいと思うんですよ。2ヶ月必要になってきますよね。ではないとちょっとね、走ったりトレーニングをしっかり、ウェイトトレーニング、まあ、自重だけじゃないトレーニングしたりですね、プレーの完成度とかをやっていかなければいけないのと、今年に関してはもうみんな試合経験がないという状態がまあありますので、試合慣れをしてないと結構危ないスポーツなんですよ。なのでね、そこ要はタックル、もう多分みんな1年ぐらいタックルされてない、もう去年のリーグ戦最終戦から俺タックルされてないしタックルしてもないというここで、多分結構みんななんか慣れてないから飛び込みタックルとかして味方とかをもう怪我させてしまったりですね、この当たる姿勢、ボール持って走るのもちょっとタックル受けてないので、試合で当たりが高くなったりしてね、膝怪我したりっていうのがちょっとね増えるかもしれないかなっていうちょっと恐ろしさは今私は持っています。なのでね、なんか、もうこの時期の本当トレーニングっていうのはもう本当大事なので、できる限りやってもらえたらと思いますのと、あとまあ規則正しい生活なるべくして、せっかくね、まあ一応自粛なんですけどね、早朝とか人のいないところに行く分には別にいいと思いますので、それでね、ぜひね、それで試してみてください。はい、そしてね、今回ね、ゲストを招いて撮った動画なんですけども、トレーナーのプロトレーナーの方に、まあ、この時期どういう生活してどんなことしていったらいいのかっていうのをめちゃくちゃ大雑把なんですけど大雑把に聞いてみたので、それでね何かね自分に当てはめて参考にできたら、みんなも1日ずついい日々が過ごせるかなと思います。最近です、また話変わるんですけど、最近ちょっとドローンを購入して、ちょっとね、早朝とかも人のいないところで撮ったりはしてるんですけど、まだね、このね、私がよく行く、もう私の趣味ですよ、趣味。見たくない人はこれ、早送りしてください。趣味とかもまたね、こうやって動画、空撮、かなり面白いですね。なんか普段いる場所なんですけど、上から見た景色っていうのはまたね、これは自分も、カメラ結構好きで昔カメラの仕事もしてたんですけど、今まで経験したことない空撮、これ奥深いなっていうのがありますので、ぜひねその景色、特に私福井県とか、まあ、琵琶湖行ったりっていうのが多いんですけど、まあその雰囲気を撮ったりですね、まあアメフト始まったらこの間も動画も自撮りができるので、できる限りこの一人で撮れる動画は載せて、フットボールの動画載せていきたいなとは思ってます。まあそれとまあちょっといろいろいろんなことを考えてやっていこうかなと思いますので、ぜひね映像の部分でもなんかいろいろやっていきたいので、まあアメフトも大事です、アメフトも大事なんですけど、なんかそれ以外もなんかちょっと楽しめる動画作っていきたいなと思うので、僕はアメフトしか興味ないですという方は早送りしてもらえればいいので、ぜひね余談多くなりましたが、じゃあ始めていきますんでよろしくお願いします。チャンネル登録しろよ。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。はい、今日はですね、ゲストをまた呼びました。すみません、お忙しいところありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。めちゃくちゃ画像綺麗なんだけど、ちょっと、俺がなんか、やばいくらい画像悪く見えてしまうんですけど、なんでそんな綺麗なのそれ。いや、なんでなんですかね。一応私が使ってるパソコン、サーフェイスなんですけど、
まあ、気づいたらというか何もいじくらないでもこれでした。おお、今までナンバーワンに移りがいいです。はい、ちょっと ずるいだいぶ。ありがとうございます。そうですね、ちょっとね、簡単に自己紹介をしてもらえると嬉しいです。はい、はい、京都大学のアメリカンフットボール部でトレーナーをしています松久保と申します。京都大学以外でもその整形外科でリハビリテーションの指導をしたりだとか、京都のフィットネスジムで運動指導したり、したりとか、基本的には体に携わる仕事をしています。よろしくお願いします。もともとガンバ大阪のチームドクターをやってらっしゃった方、ドクターの方が 3、4年前かなに開業を大阪でして、でそこの整形外科で勤めてます。あ、でも整形外科でやってくれてる人に聞くのが一番なんかね、はい、安心あるよね。あ、本当ですか。結局怪我って全部整形外科じゃん。はい、まあそうですね、皆さん来ますね。まあそれで、で何、はい、スポーツジムでもインストラクターをやってるっていう。あ、そうですね、京都の方ではもともと京大で、フィジカルコーディネーターをされてた方 の、はい、あのフィットネスで、今ちょっと週1程度の本当お手伝いぐらいの大事なんですけど、はい、お手伝いしていただいて。おお、じゃあでそこでは運動も、そうですね。え、じゃあもうはっきり言ってオールラウンドじゃん。オールラウンドプレイヤーね。いや、何でもできるっていう。そんないいもんじゃないです。はい、これはちょっと安心してちょっといろいろ聞けるんで楽しいです。ありがとうございます。でね、今回ね、はい、すごいちょっと出てもらうことに関してお願いしたくて聞きたいことがあったんですよ。はいはい、今ってトレーニングも、はい、まあ、自重でしかみんなやってないし、はい、結局走ったりって多分追い込めてないと思うんだよね。うんうんうん、うん、そうですね、うん、でこの時にじゃあトレーニングの仕方なんていうのは、まあ、世の中にいっぱい出てるじゃんっていうのはいつも思ってて、じゃあ食事って今まで通りしてていいのっていう疑問が出てきて、これ今まで通りなんかアホみたいに食ってたらこれただのデブになっちゃうんじゃないかっていう、うん、自分の考えがあるんですけど、はい、その辺ちょっと教えてもらってもいいかな。はい、まあ、今まで通りの、まあ、例えば炭水化物量、ご飯量だったりだとかってやると、まず間違いなくちょっと肥満増しぐらいじゃないですけど、特にラインズたち、はい、OL とか、まあ、DL とかなんかはもう太ってしまって、活動がもし再開ってなった時にかなり体が重くなってるか、もう感覚が鈍ってしまうかっていうリスク、怪我面のリスクも考えられるので、あまり同じ量は多分取らない方がいいと思います。で、じゃあまあどうするかっていう話なんですけど、まあ、基本的に一般的に言われてるバランスの良い食事、五大栄養素とか、まあ、炭水化物、はい、タンパク質、脂質、ミネラルだとかっていうのがいいって言われてると思うんですけど、そういった食事法を一回見直すのがこの期間やることなのかなと思っております。じゃあそれを見直すためにはなんかどういうのを、あ、例えば今までじゃあ5食食べてましたってままではまずいじゃないですか。はい、はい、でも5食食べた方がいいのかな。そうですね、それをトレーニング、あの運動量でちょっとカバーしながらやるのが大事かなと思ってて、まあ、今までみたいに重りウェイトを持ってガンとかってベンチプレススクワットとかは多分環境的にできないと思うんですね。はい、なのでまあそういったパワー系っていうよりも、まあ、筋肥大じゃないですけど低負荷、負荷なくても自重トレーニングでめちゃめちゃ追い込むとか、はい、そういった意味合いのトレーニングにちょっとチェンジして、プラスそのトレーニングの後に食事、タンパク質だったり、まあ、補食プロテインとかでもいいですし、それを取るっていうのをやっていくがいいのかなと思います。なるほど。なので運動と調節って感じですね。そしたらこの1日で、例えばじゃあ1日だけ紹介してもらいたいんだけど、あ、はい、なんかこう何食べた方がいいの、じゃあ1日のプランを立ててくださいってさ、ちょっとお願いしてもいける今。あー、1日の、ごめんなさい、こう詳しい食事の大バカでいいっていうのは、はい、ちょっと難しいんですけど、私はまあそうですね、例えばまあ普通に朝8時ぐらいに起きます、はい、まあ勉強なりなんなり、まあ、スカウティングなんかするとします。
で、あ、ごめんなさい、その前に朝ごはんですね。はい。その朝ごはんはもうなんていうんですかね、なんかこれを大量に食べるとかはなくって、基本的に、まあ、主食副菜だとかっていうバランスの良い食事をとってもらう。で、まあ、お昼の時間帯にもよるんですけど、例えば12時ぐらいに食べれるっていうであれば、まあ、3時間朝9時ぐらいにご飯食べて、10時11時12時なので3時間ぐらいなので、その間に関しては補食はあんまりいらないと思うんですね。あ、はいはい。で、まあ、そのまま昼ご飯に行きます。これも普通のバランスの良い食事をとっていただいて OK だと思います。で、ここからが問題で、まあ、普通に行けば12時にご飯食べたとして、まあ、晩ご飯6時ぐらいじゃないですか。かなり、まあ、6時間ぐらい間が空いてしまうので、こうなると、まあ、何も食べないっていうのは非常にもったいない。プラスここでトレーニングなんかが入るとどうしても足りないエネルギーだったりだとかが足りなくなってしまうので、はい、じゃあここにトレーニングをポンって入れて補食をとってみたいな感じのが入ってくるわけですね。で、まあ、こんな思い通りにいくかはわからないんですけど、例えばまあ2時3時ぐらいにトレーニング自分で、まあ、腕立て伏せをもう死ぬぐらいまでやったりとか、まあ、腹筋死ぬぐらいまでやってスクワットをその場で、で軽くジャンプぐらいもうお家では全然できると思うので、そこら辺でまあワークアウトをしていただいて、でその後に、まあ、プロテインでもいいですし、ちょっとおにぎりでもいいですし、軽く取っていただいて、でその後にまた6時ぐらいに夕飯の時間になると思うので、そこでまたバランスの良い食事プラスちょっとタンパク質トレーニングもしてるので多めに取ってもらったり。でここで重要なのが、多分運動量そんなに激しくないので、鶏肉っていくら脂質が少ないといえど、はい、動物性のタンパク質って結構脂質が多いことがあるんですね。ってなるとちょっと、まあ、いっぱい取らなきゃいけないとはいえ、やっぱ脂質取りすぎっていうのになってしまったら太ってしまうので、はい、そういうのを避けるのであれば植物性の豆腐だったり大豆だったりのタンパク質と合わせて晩ご飯にしてみたりみたいな感じだったら、全然時間的にも健康的な規則正しい配分プラスちょっと多めのタンパク質、運動後はエネルギー補給みたいなのをしっかりしていたら、ある程度筋量そこまでガタ落ちはしないのかなと思ってます。はい。で、まあ、夜10時、そのでは寝れないかその9時に寝れればいいですけど、基本的に今大学生の皆さん、まあ大人、はい、社会人の方なんて特に寝れないと思うんです。12時とかそこでまたさらに6時間の間が空いてしまうので、はい、また間でちょっとプロテインだったりだとか補食ですね、はい、を取っていただく。でもし体重をどうしても増やしたいっていう方におすすめなのは、寝る直前というか寝る前にプロテイン、あのカゼインと言われる、うん、はい、吸収があのゆっくりなタイプがあるんですけど、はい、基本的に皆さんトレーニング後は吸収の早いホエイっていうものを、はい、プロテイン飲むと思うんですけど、そうじゃなくてカゼインっていうゆっくり吸収してくれるものを睡眠中にっていう意味合いで寝る前に飲んで寝る方もいらっしゃるので、そういう工夫なんかをするのもいいのかな。まあ、基本的にこまめにどん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 1日取り続けておく。これが1回の量がガバッて上がると一気に血糖値もガバッて上がったりして、まあ、なんか太りやすい体質になったりとかいろいろあるんですけど、はいはい、ってなってしまうので、こんな感じですかね。あ、わかりました。まあ、だからその今のベースをこう自分でアレンジしてやっていくのがベストっていうことだと思うんですよ。はい、うんうんうん、そうです。でこれでちょっとね、また聞きたいのが、例えばこれ今家でトレーニングしても多分1時間ぐらいしかみんなやってないと思うんですよ。うんうんうん、それって何回かに分けてやった方がいいのか、じゃあ、うん、1時間じゃ足んないから2時間ぐらいやった方がいいのかって、どっちがいいのか、それも結構人にもよると思うんですね。例えば集中力がまず2時間もってなるとしんどいと思うんですよね、トレーニングだけってなると。練習だったとしたら、まあ、いろいろ強弱がつけられるし、まあ、好きなことなので続くと思うんですけど、はい、トレーニングを延々2時間っていうのは精神面的にもかなり厳しいとは思うので、そういった方は1時間、まあ、午前中にやって
で、まあ、午後の部、1時間とかでもいいでしょうし、はい、まあ、それが30分になってもいいでしょうし、まあ、とにかく自分の追い込める、まあ、それ具合は全然違うので、で、その時間も多分違うと思うので、早い動きができない方は、ちょっと、もうゆっくりだけど時間をめちゃめちゃかけないと、もうこれ動けないってぐらいになれないっていう人は長くなりますし、はい、いや短時間でめちゃめちゃ動けるっていう方は、あ、もうこれで疲労困憊っていうの30分でなる方もいますし、はい、まあ、そういった方々、人ご自分がどういうトレーニング法が一番合うのかっていうのを、まあ、理解した上で調節してもらうのがいいのかなと思います。おお、なるほどね。はい、そしたら多分、ね、僕自分がもし選手だったら多分午前中に1時間やって、はい、午後に1時間ぐらいやって、はい、寝る前に30分やるなっていう。あー、素晴らしい。でもなんかそっちの方が多分ね、2時間とかやっぱ無理かなと思ってて。あー、ですよね、うんうんうん、ただ多分ね、これもしかしたらじゃあ6月から練習解禁になった時、みんな多分走れないと思うんじゃないですか、うんうんうん、はい、これちょっとやっぱ走っといた方がいいですよね、うん、できたら。もうその3密と呼ばれている密集地帯、密接、はい、あと、まあ、そういったいっぱい人がいるところは避けてランニングコースを見つけたりだとか、はい、まあ、ちょっとムーブメントチックな、まあ、階段を利用したものでもいいですし、はい、ちょっとした段差を利用するものでもいいですし、工夫はいくらでも街中に溢れていると思うので、はい、そこら辺でちょっとは絶対動いた方がいいと思います。これは怪我予防の関係からも絶対にお願いしたい。じゃあこのチャンネル的に、あの、じゃあおすすめするのは、うんうん、はい、午前中1回やって、はい、1回やって寝る前に1回やるっていうのはちょっと、うんうんうん、それでも大丈夫、それいいんだよね。あ、もうそれできたらすごいです多分。これでじゃあ走るを入れるとしたら午前中かなと思ってて、はい、あ、うんうん、どっちがいいのかな、これ例えば寝る1時間前に30分走るのか、うんうんうん、それとも午前中に朝起きてからちょっと走るの、どっちがおすすめ。これも多分その運動プログラミングによるんですけど、例えば走るだけ単体でやってもすごいもったいないと思うんですよ。走る、まあ、例えば、まあ、できるとしてもそんなショートダッシュ、はい、まあ、バンバンか、まあ、ジョギングかにもよるんですけど、例えばジョギングだったらそれで15分ぐらい走ってきたらいいウォーミングアップになるので、はい、その後にスクワットとかだったりだとか、まあ、ランジでもいいですし、はい、そういうものをやった方が絶対なんていうんですか、筋の粘性、動きも良くなった状態でできるので、トレーニング効果がさらに上がると思いますし、そういった意味ではそこがチャンスにした方がいいかななんて思ったりするので、本当に内容によりけりだと思います。でご自身で一番、まあ、一回やってみて、で、あ、これ合うなとか、あ、これなんか目覚めてその日の効率が上がるなっていうのがあれば、それをやっていただくっていうのが一番いいのかなと思います。なるほど、やっぱ一回試すことが大事か、大事な気がする、うん、いや、本当にそうなんですよ。こう言われてる、多分ネットとかでもいろいろこれがいいとかって結構言われてると思うんですよ、うん、で方法論はもう本当にいっぱいあると思ってて、うん、でその中でも、まあ、正しい情報、正しくない情報ももちろんあるとは思うんですけど、うん、まあ、一回やってみて、でそれで自分の中で、まあ、こういう根拠ないって言われてるけど、でも俺はこれが合ってるんだっていうのをやることが、まあ、自信にもつながるし、はい、自粛期間に俺はこれをやってた、だから負けるわけないみたいな感じの、まあ、自己肯定感もぐんぐんアップしたりもすると思うので、なんかね、なんか今の説明すごいよく分かって、うんうんうん、こだわった方がいいのかもしれない。あー、うん、確かに確かに、だから俺これやってきたっていう一個をなんか、うんうんうん、例えばトレーニングの中でも一個だけはなんか貫いてやる、はい、例えば今ネット上でいっぱいありすぎて、はい、多分みんな迷っちゃう、うん、ああ、そうですよね、うん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 、だから何か一個をこう、これだけは絶対通すっていうの一個を決めた方がいいかなと思ってて、うん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 、これだけはこのね、自粛期間やってきたっていうのを通し、一個通してその横にいろいろなんか試してみるのを置いた方がいいのかなって今の話で思ったんだけど、うんうんうん、本当に。で、多分そのチームメイトも同じ
全員同じ悩みを抱えてるわけじゃないですか、はい、そういうのをまあ共有したりとかして、俺はこれやってよかったけど、まあ、困ってるのはこれどうみたいなコミュニケーションも生まれるでしょうし、はい、そういった感じでチームを巻き込んで試行錯誤するっていうのも確かにいいかもしれないですね。あ、なるほど。いや、まあ今の話聞くと、まあ、なんとなくなんかイメージが、自分がもし選手だったらイメージがなんとなく湧いてきて、うんうんうん、本当ね、今ね、なんかこうネット見てもなんか家でできる運動っていうのが多すぎて、はい、逆に訳が分かんなくなってくる。はい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 、そうですよね。だからもう結構自分でっていうか、もうそのチームに専門の、例えば私みたいなトレーナーの方がいらっしゃるチームなんかは聞けると思うんですね。そういうのみたいな提案もまあ言えばしてくれるとは思うんですけど、はい、なかなかそういうチームばかりではないと思うので、そういったチームはちょっとあれどうしたらいいのってなってると思うんですけど、もうそういった場合まず自分が試して、はい、しらみつぶしにやっていくのが一番なのかなって。で、あとは情報、あの信頼できる情報源をある程度目星つけとくっていうのが、例えばこういう人のなんかちゃんと根拠があって提示してくれてる、うん、サイトとかは、あ、信用できるなってもう思ったら、その人のをちょっと見てやってみてっていう感じで、ちょっとこいつ怪しいなみたいなのはもう弾いてみたいなのが大事なのかなと思います。なるほど、参考になります、はい、いやじゃあそしたら、じゃあこれで終わりになりますんで、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。